そういえば動画のチャリンはセリフ改定されるんですか？セリフね、改定しようと思ってます。はい。チャリンは、ちょっと、あまりにも攻めすぎてるかなというところで、はい。ちょっとチャリン卒業の可能性ありです。はい。チャリンちょっと卒業します。ごめんなさい。チャリン好きの人。うん。チャリンね、なんでチャリンだったかも覚えてないぐらいあれでしたから、はい。好きだった。まあ、チャリンちょっとじゃあ、みんな用に保存しときますわ。チャリン集でね。うん。お金が降ってくる絵がなくなっただけ結構丸くなったと思った。前だってお金降ってきてたもんな。前、動画と動画の途中にチャリーンって言ってお金降ってきてたから、わけわかんないよな、ほんと。でもあれ意外とね、ああいうのはね、こうイメージになるんだよね。うん、ほんと。イメージになるから。そう、カズさんにお金に目がないって言われるでしょ。そんなことないと思う。そんなことないと思うんだけど、うん、むしろな気がするけどね、僕。当時えらくストレートだなと思ってました。いや、そうでしょ。初見の人とかそう思っちゃうね、絶対。帰宅部は幼馴染の絆、ドズボンはお金の絆って数あると言ってた。まあまあ、それはでもそうかもしれないね。うん。僕とボンさんはもうね、ビジネスパートナーですから。はい、お金の絆なんで、はい。毎回編集者さんがいい感じのメンバーのチャリーン。あ、そうね、そのメンバー、なんかその動画の面白シーンがあったら、その面白シーンにちなんだメンバーのチャリン使ったりしますもんね。チャリーン、チャリーン。今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。